ダイバートとは、航空機の運航において、当初の目的地以外の空港などに着陸すること。ダイバージョン、代替着陸、目的地外着陸とも呼ばれる。旅行業界では、内部文書において、慣例的にディブアウトと表記することもあるが、これは本来とは違う、目的地へ向かうという意味から、言語を、ダイブアウトと勘違いしたための用法である。 東北地方太平洋沖地震の影響で成田国際空港が閉鎖されたため横田基地にダイバートしたアメリカの航空会社の旅客機ダイバートが発生する理由として主なものを下記に列挙する離陸直後に機体や機内に異常が発生した場合では出発空港に引き返す場合もある代わりの着陸先としては民間機の場合は他の空港へ軍用機の場合は 最寄りの軍事基地が多いが、場合によっては、軍用機が一般の空港へ、民間機が軍事基地など。この場合は一切後期できず、再出発を待つに着陸する場合もある。国内では、東京国際空港発着便が成田国際空港に着陸する例や神戸空港、発着便が関西国際空港や大阪国際空港に着陸する例など、国際線では主に、 大韓民国行きの飛行機が事情で着陸できない場合などに福岡空港へダイバートする例などがある。事前にダイバートの可能性があることを承諾の上で出発した場合を除いて航空会社の費用負担で旅客を目的地まで送り届ける。目的地空港の運転が低くダイバートの可能性があるとき、 航空会社は運航乗務員をより上位の ILS カテゴリー資格を持つ者に変えることがある。機内での飲酒の上での暴力や携帯電話使用、喫煙行為などの違法行為によるダイバート発生事例もあり、この場合、着陸地での当局による拘束や法的処分が行われるほか、当該行為者に費用請求する法的検討も航空会社では進んでいる。 一部の軍用飛行場にはダイバートを想定し空港高度が割り当てられている。スペースシャトルは予定軌道に到達する前の中断や天候不良で予定した着陸場が使えない事態に備え3000メートル級の滑走路を有する世界各地の飛行場が緊急着陸場として指定された。また空白域を埋めるためまたべり国際空港のように 空港規模と不釣り合いな滑走路を整備する例もあった。ありがとうございます。